のエレベーターで下へ降りた。制御装置のアクセスコードはリチャード・ウィルクソンが知ってるの。彼はファルコム社のヨーロッパ支局長だったから、きっと近くにいると思う。どのあたりだ。ファーガンは司令室を移動させてるところだったから、以前はどこかの倉庫の2階にいたんだけど。艦載データウイルスは残らず探し出さなければならない。ウイルスを投与された人間は何人だ。知らないわ。山のようにある倉庫を一つずつ確認している時間はないわ。ファルコム社はウイルスの探知機を作っている。エリクソンが持ってるはずよ。よし、マキンソンに連絡を取り続けろ。マーラ、嘘は身のためにならないぞ。マーラから目を離すな。エリクソン、歩け。誰だお前は。質問は俺がする。格納庫の制御装置のアクセスコードを言え。俺は知らない。3つ数える。死んでもいいのか。知らないんだ。1、2。分かった、教える。これだ。ここを動くな。もし逃げれば俺の手で殺す。その装置でウイルスを発見できるわ。ウイルスを発見した。ファーガンの狙いはわからない。人類全てを殺すことの手間を。NATO の偵察衛星を使ってあなたの位置を確認するわ。NSA のコンピューターは停止しているみたい。
大丈夫、ここは俺が何とかする。Oof, oof, oof.